国内のシニア強化選手らが集結し、22年北京五輪シーズンとなる、今季のプログラムをチェリャビンスクで披露した。3月の世界選手権で3位に入ったアレクサンドラ・トルソワが、衝撃的な演技を披露した。4回転4種5本に挑み、その全てを着氷。得点がオープンにされない大会だが、22年北京五輪金メダルへ、国内外に強いインパクトを残した。険しい表情が多いエテリ・プトベリゼ、コーチが笑った。最後の決めポーズをほどき、髪を赤く染めたトルソワも微笑んだ。冒頭で4回転フリップを着氷させ、続く4回転サルコーも決めた。アクセルはダブルアクセルにとどめたが、4回転トーループにも成功。見せ場はここからだった。基礎点が1.1倍となる演技後半。アクセルを除いて4回転で最も基礎点が高いルッツに3回転トーループをつけ、さらに手を上げながら2本目の4回転ルッツを着氷。最後は3連続ジャンプで締めくくった。ジュニア時代に世界ジュニア選手権に連覇を飾った逸材は、シニア転向後、同じロシアのライバルに、国際大会の頂点を譲ることが増えた。昨季は6年トリノ五輪男子金メダルの、エフゲニー・プルシェンコ、コーチの指導を受けていたが、今季からプトベリゼ、コーチの下に復帰。約5月後に迫った北京五輪へ、シーズン序盤から高いポテンシャルを見せつけた。この日、すべて着氷させたジャンプ構成は以下の通り。1、4回転フリップ。2、4回転サルコー。3、2回転半3回転トーループ。4、4回転トーループ。5、4回転ルッツ3回転トーループ。6、4回転ルッツ。7、3回転ルッツ1回転オイラー3回転サルコー。また今季シニア転向した20年世界ジュニア選手権女王のカミラ・ワリエワは名曲ボレロを演じた。冒頭の4回転サルコーは転倒。続く両手を上げたトリプルアクセルは振り。4回転トーループ1回転オイラー3回転サルコーも着氷。基礎点の上がる後半に投入した4回転トーループは失敗した。ショートプログラムでも飛ぶトリプルアクセルに加えて、4回転ジャンプに種3本という高難度構成。今回は完遂できず、演技後は両手で顔に当てて悔しさをにじませていた。コストルナヤもトリプルアクセルを戻してきましたし、本当にハイレベルな戦いになりそうですね。